コンピューターやインターネットを悪用したサイバー犯罪への警察官の対処能力の向上を目的とした県内の警察署対抗のサイバーコンテストが、今日県警本部で行われました。このコンテストは、県警が警察官のサイバー対処能力を向上させようと、令和2年から毎年行っているもので、岡田健吾生活安全部長が、 各警察署の代表として持てる知識と技術を存分に発揮し今日の経験を今後の業務に生かしてくださいと挨拶しましたコンテストには県内12の各警察署から合わせて24人が2人1組で出場しました出場者は一部が白くなっていて読み取れない QR コードの空白部を黒くして読み取るという基礎問題をはじめ 不審メールや不正アクセス、フィッシング詐欺被害などの事件を想定し、サイバー技術を駆使して犯人に結びつくデジタル根拠を収集していく問題に取り組み、その正答数と回答速度を競いました。県警によりますと、サイバー犯罪に関する相談件数は、令和2年までは例年およそ1300件でしたが、その後年々増加し、去年は2168件に上っていて、 県警ではサイバー犯罪の被害に遭った場合は警察への通報や相談を呼びかけていますまたコンテストの結果は五房警察署が優勝したということです